皆様こんにちは。アクサ生命の保証と資産形成のための変額保険講座ユニットリンク特別勘定の解説のナビゲーターを務めますミスです。アクサ生命のユニットリンク保険有期型は積立金額、払い戻し金額、また満期保険金額などが特別勘定の運用実績に応じて増減する変額保険と呼ばれるタイプの生命保険です。特別勘定における資産運用は国内外の株式また公社債を主要な投資対象とする投資信託を利用して行われます。 SDGs という言葉は皆さん聞いたことありますよね。ニュースや広告また SDGs で掲げられている17のゴールを配色したバッジをつけている人もよく見かけるのではないでしょうか。でも SDGs って何と聞かれてすぐに回答できますか？少しだけ確認しておきましょう。 SDGs はサステナブルディベロップメントゴールズの略で持続可能な開発目標ということです。これは2015年9月の国連サミットで193の加盟国の全会一致で決まった国際目標です。世界には戦争やテロ、そして貧困、気候変動、資源の枯渇などいろいろな問題が起きています。世界経済の発展で大量に生産、消費、廃棄が行われており地球が悲鳴を上げているとも言われています。 SDGs とは私たちみんなが一つしかないこの地球でずっと暮らし続けられるように持続可能な世界を実現するために進むべき道を示したナビのようなものです。誰一人取り残さないをスローガンに全人類の生活を豊かにすることを2016年から2030年までに世界中のすべての国や人が協力して達成すべき世界共通の目標になります。それではこの SDGs の達成に積極的な企業に投資をするユニットリンクの特別勘定 SDGs 世界株式型についてお伝えしていきます。 SDGs 世界株式型の投資信託名はエピックグローバルエクイティオポチュニティーズファンドといい倫理的で豊かな投資の選択を意味します。 SDGs 投資を通じて持続可能な社会、環境、経済の実現に貢献しつつ投資がもたらす豊かさをお届けしたいという思いを込めた名称です。ここからはエピックファンドと呼んでいきますね。エピックファンドには3つのポイントがあります。1つ目は SDGs 投資、2つ目は投資収益の追求、そして3つ目はマルチマネージャー運用です。それでは1つずつ詳しく解説していきます。ポイント1の SDGs 投資とは簡単に言うと SDGs の達成に取り組んでいる企業の株式への投資を通じて SDGs の達成に貢献することです。 SDGs はすべての国や人が協力して達成すべき世界共通の目標ということをお伝えしましたが皆さん一人一人が SDGs の達成に向けてできる行動って何だと思いますか？エコバッグやマイボトルを持ち歩く、食品ロスを減らす、無駄な電気や水は使わないなどできることはたくさんありますよね。また SDGs に積極的に取り組んでいる企業の商品を買おうというのもその一つです。そしてその SDGs に積極的に取り組んでいる企業に投資を行うことによって SDGs の達成に貢献するというのが SDGs 投資です。似ているものとして ESG 投資があります。 ESG とはエンバイロメント、ソーシャル、ガバナンスの頭文字を取った造語です。 SDGs は国や企業などが持続可能な世界を実現するための目標であるのに対して ESG 投資は環境、社会、
企業のガバナンスに焦点を当て、企業の持続可能性や社会的責任を考えながら投資先を選ぶ取り組みです。 ESG と SDGs は定義や対象に違いはあるものの、どちらも持続可能な社会の構築を目指して幅広い取り組みを進めている点が共通しています。 SDGs の達成に向けては、日本をはじめとする世界100カ国以上の政府、企業、そして個人が様々な取り組みを行っています。そのため今後世界に大きなインパクトを与える膨大な投資機会が見込まれます。エピックファンドは17ある SDGs の目標のうち、現在は14の SDGs の目標へ適合していると評価される企業の株式のポートフォリオに投資を行い、SDGs の達成を支援していくファンドになります。2つ目のポイントは、投資収益の追求です。エピックファンドは、単に投資を通じて SDGs へ貢献しましょうというものではありません。SDGs への取り組みを事業展開とうまく連携させることにより、業績を向上させ、株価の上昇が期待される企業の株式に投資を行うことで、投資収益を追求していくことを重視しているファンドです。現在、車の排気ガス問題は日本だけでなく、世界各国の大きな問題です。車を買うとき、環境にしっかりと配慮している企業の車と、環境を度外視した企業の車、どちらを購入したいと思いますか？それぞれの考えはあると思いますが、やはり環境を考えて購入を検討する方が増えてきているのではないでしょうか。こういったように、SDGs への関心は日本のみならず世界中で高まっており、SDGs の達成に積極的に取り組んでいる企業は、世の中からの評価が高くなる。言い換えると、ブランド価値が高まる可能性があります。また同時に、その高い評価によって提供する製品やサービスの売り上げが増え、業績が向上することも期待されます。SDGs の取り組みを事業展開とうまく連携させることによって、企業業績を向上させ、その好業績が株式市場で歓迎されて、株価の上昇が期待される企業の株式へ投資を行います。このグラフは、SDGs に取り組んだ場合と取り組まない場合の時間の経過と企業利益のイメージを表したものです。赤の点線は SDGs に取り組んでいない企業、青の線は SDGs に取り組んでいる企業です。時間が経過するにつれて、青の線と赤の点線の企業利益の差が大きくなっていることがお分かりになると思います。エピックファンドは SDGs に取り組む企業の株式へ投資することによって投資収益を追求します。 SDGs の達成と皆さんの将来の夢や目標を同時に叶えることができる可能性があるので、投資先としては一石二鳥かもしれませんね。3つ目のポイントはマルチマネージャー運用です。運用会社によっては得意な分野とそうでない分野があります。それぞれの運用に関して得意な会社を選定して運用を委託する、それがマルチマネージャー運用です。世界中から厳選したベストな運用会社を複数組み合わせることで、リスク分散を図りつつ、ベストオブベストのポートフォリオの構築を目指し、より優れた運用成果を追求する運用手法です。また最近では、本当は地球に優しくない商品やサービスをあたかも良さそうに見せかけるグリーンウォッシュや、 SDGs への取り組みを行っているように見えてその実態が伴っていない SDGs ウォッシュということも聞かれるようになってきました。例えば二酸化炭素削減を掲げている一方で、火力発電関係の企業に投資している状態もSDGs ウォッシュの事例としてあります。 SDGs 投資を通じて SDGs への貢献を考える場合には、
確かなリサーチ力があり、銘柄選定のスキルや実績がある運用会社を選ぶことがとても大切です。エピックファンドの運用を担当するのはアクサグループのアーキタスマルチマネージャーヨーロッパリミテッドです。アーキタスはマルチマネージャー運用の豊富な経験と実績を誇る運用会社です。世界中から腕利きの運用会社を厳選するマルチマネージャー運用の専門家です。欧州やアジア12カ国で事業を展開しており、運用総資産額は日本円換算で約48兆円となっています。この巨額の運用総資産残高はお客様からの信頼の証であるということができると思います。エピックファンドではアーキタスが世界中から SDGs に関連する個々の分野でベストと考えられる運用会社を厳選して、それらを組み合わせたマルチマネージャー運用を実践します。投資を通じて SDGs の達成に貢献しようとする企業を応援したい、そして投資成果も追求したいと考えるのであれば、エピックファンドを選択肢の一つとして考えてみても良いかと思います。なお、ユニットリンクは生命保険商品のため、所定の要件に該当した場合は、死亡、高度障害保険金をお受け取りいただけます。この保証部分については、運用成果に関わらず、ご契約時にお約束した基本保険金額が最低保証されています。そして、特約をつけると、3大疾病、または7大疾病にかかって、所定の状態になった場合には、その後の保険料のお払い込みは不要となります。保険料を払うことなく、変わらず保証や資産形成は続けることができるので、長期的に資産形成をする人にとっては、とっても安心ですよね。ただ、ユニットリンクには必ずご確認いただきたいことがあります。この後、投資リスクと費用の説明がありますので、十分にご理解ください。また、概要欄にも詳細がわかるページのリンクを貼っておきます。この他の動画も視聴いただき、それぞれの特徴を理解した上で、ご自身に合った特別勘定、そして資産形成の方法を選んでくださいね。では、また別の動画でお会いしましょう。